帝京高校、こちらがエースストライカーの矢野です。アンダー18日本代表候補、こちらが鹿児島実業高校のエースストライカー2年生の田原。帝京高校が前線長いパス、矢野を使ってきた。オフサイドはありません。矢野トラップで落として左足のシュート、まず矢野が1本目のシュートを放ちました。さあゴール前、田中が行く、田中が入っていく、シュートを放った。ゴール、先制ゴールは帝京高校、田中。さあ注目の田原がどこにいるか、宮にスーッと流れてくる。田原とヘディングシュート、決まった。コーナーキックのチャンスをドンピシャリ生かしたのは鹿児島実業高校のエース田原。さあ鹿児島実業高校ペナルティーエリアの中に入った。松井の右足、鹿児島実業高校松井のゴールが決まって2対1。田中が中央で受けた、そして一旦中に当てて根津から矢野飛び出した、右足アウトのシュート。誰に合わせるか、田原ではない、那須が飛んだヘディングシュート、キーパーの寺地がよく抑えました。千葉会場、これは矢野に出た、しかしキーパーが出ます。ファーに矢野が待ち構えている。川中からロビング上のボール、矢野ヘッド、しかし後ろにこぼれた、詰めてくる、シュートを放つが入らない、後ろからシュートを放ったが折り返す。川中、矢野がせる、ヘディングは届きません。選手権6回、インターハイ2回、8回の全国での優勝を誇る帝京高校、準々決勝で敗れるのか。ここでタイムアップ、鹿児島実業高校が2対1、1点を守りきりました。